山が開聞岳ですね。こちらの山今日登っていこうと思います。360度真っ白ですね。それでは今日は道の駅を出発して南下してますが、もうここまで来たので車で行ける最南端にあたる佐田岬まで行ってみようと思います。ちょっと景色が良さそうなので車を止めてみました。海岸になってますね。これが錦江湾ですね。それで向こうにうっすら見えるのが昨日登った開聞岳ですね。見えますでしょうか。埼玉からずっと車を走らせてきましたが、そろそろ本土最南端、本土という言い方を現地の看板もしてるんで使わせてもらいますが、本土最南端佐田岬もうすぐのようです。佐田岬の看板見えます。駐車はこれあれどこだ、釣りの客の駐車場、あれここかな、本土最南端佐田岬、あれ過ぎちゃった、曲がればよかった。いやまだ行けんのか、行けるよくわかんないな。今のは何だったんだろう。あれここが駐車場だよ。ようこそ本土最南端。うわ混んでる、混んでる。さっきのとこでもいいのかもしれないね、空いてたから。どうやら到着のようですか。ここが本土最南端佐田岬です。正面に富士山が見えます。見えます。今名古屋近辺を走ってます。もう見えてそういうことか。くだらないの。くだらなくはないでしょ。こから渡月橋を渡ります。ちょっと喉ちょっと疲れたんで、ちょっとここで買い物してからちょっとなんか関門大橋が見えてきました。こちらが九州の町並みということになりますね。こちら Google マップですが、埼玉からここですね、今いるの見えますかね。そして今走行距離ですが 2201.5 キロ、2200キロですね。走りました。2200キロ、今回の旅で2200キロ走りました。一応こちら佐田岬ですが、もうちょっと、まあ、あっちの方が先端みたいなので少し歩けるようなので、ちょっと先に進んでみたいと思います。このトンネルから進んでいくみたいですね。ちょっと行ってみたいと思います。こちら案内図ですね。現在地、今トンネルぐーっと歩いてきたんで、この後岬神社向かってぐーっと佐田岬展望台向かっていきたいと思います。とりあえずあそこの展望台まで歩いていけるみたいですね。こちら岬神社ですね。佐田岬展望台です。おお、絶景。どうやらあそこが展望台みたいですね。あそこの先に見えるのが佐田岬灯台、そして右手には昨日登った開聞岳が見えるんですね。ここ降りて灯台の方向に向かっていきたいと思います。行った行った。いや私、私さ、虎みたいに見えたんだよ。今イノシシが横切りましたね。取れよかったけど、虎みたいになんか大きいのがこっち向かってんなって思ってた。私、私目があったな。イノシシがいますね。イノシシがいますね。
ちょっと待って、うん、怖い、目がちょっとこれどうしよう。やっぱ 見慣れてるのって分かるね。見てたんだよ、うん、私も。まあ行こう。行く？うん。イノシシがちょっと多くてガサガサ、イノシシが2回現れましたので結構危険ですね。ここ前なんだ、東大。そうなんだ、東大。東大もう見えなくなっちゃったな、近すぎて。東大何、東大所広場、東大森、東大森って言うんだ。東大森広場、現在地ここにいます。先ほどここにいたんですよね。それでこう歩いてきたんですけれども、で今こちらですね、こちらこちらとこちらのあたりでイノシシ発見しました。びっくりしました。最初本当なんか大きなトラみたいのが渡るのかなって思っちゃうぐらいびっくりして、で2回目なんですけれども、何か目線を感じるなと思って振り向いたら見てたんです、私たちのこと。ここで怖かった、もう目が合っちゃったんで、もしかして襲いかかってくるかなと思ったら逃げてくれたんで本当に助かりました。怖かった。こちら東大森ですね。日本人とイギリス人が共同で生活していたそうです。東大守ってたんですね。こちらに海岸とある方向、ちょっと海岸出れるみたいなので海岸の方を目指していこうと思いますが、イノシシ注意ですね。本当さすがに週末で混んでるっつってもここまで歩いてくる人はいないようですね。一っ子一人いません。何の魚だろうね。すっごい早いね。すっごい早いよ、うん。あれは何ですかね。タヌキじゃないの。普通に遊歩道を歩いてる。そうだね。それでは本土最南端佐多岬、ありがとうございました。離れていきたいと思います。それではこれからは一応帰るモード、帰宅モードで行きたいと思います。海岸線を東側から帰ろうと思っているので、宮崎県方面を下から上がっていく感じになるんでしょうかね。マルチョンラーメン行きます。来ました、マルチョンラーメン中。気づきませんでしたが先ほど宮崎県入っていたようです。宮崎県入りました。そしてやってきたのは道の駅串間です。お疲れ様。さらにビール。寿司トラさん美味しかったです。すごい店員さんも優しくて、なんかとっても良かったです。おはようございます。本日の朝ごはんはうなぎ温泉で購入した温泉卵。それではいただきます。普通のゆで卵より硫黄成分の香りとかがして味わい深いですね。すごく美味しいです。お世話になりました。ありがとうございます。それでは宮崎市街に向けてとりあえず走りたいと思います。今日はあいにくの雨ですが、東海岸で宮崎市街に向かってます。雨になってるの？雨になってるの？海水になってるの？海水になってるの？何を言ってるの？雨だけど。嘘。嘘。分かんないけど。ずっと悪いってことね。そしてやってきたのがこちら、鬼の洗濯板ですね。やってきたのは釜揚げうどんで有名な重の井さんですが、めっちゃ混んでますね。宮崎名物釜揚げうどんです。すごい。こちらの日高さんでお菓子買っていきたいと思います。
今日は延岡駅前のアッパホテルに宿泊します。それじゃあ地鶏専門店の桃屋さん、ちょっと行ってみたいと思います。なんか路地みたいなところ入ってきますね。お疲れです。地鶏の皮焼きです。桃屋さん美味しかったです。ごちそうさまです。雨は降ってますね。地元のスーパーでしょうか。むしかさん、今日の夜食はチーズまんじゅう、そして角のワイン。ちょっと埼玉が恋しくなってきたので埼玉から買ってずっと持って旅をしてきた秩父錦いただきたいと思います。ホテル延岡駅前さん、お世話になりました。宮崎といえばチキン南蛮、チキン南蛮小倉さんにやってきました。くんさんはチキン南蛮、おじさんはチキン南蛮とちゃんぽん。小倉さんでチキン南蛮とちゃんぽん食べてきましたけど、すごく美味しかったですね。チキン南蛮は前にも食べたことがあるので、美味しいのは分かってたんですけど、今回初めてちゃんぽんを食べたんですけど、ちょっとびっくりするぐらいちゃんぽんが美味しくて感激しました。小倉さん最高でした。そろそろ県境だと思うんですけど、宮崎県から大分県に入るはずなんですけど、どこでしょう、どこでしょうか、どこでしょう、どこでしょうか、どこでしょうか、おばさん。何なの。大分県入りました。日本一の温泉県。あ、今ここで入って今いるのは豊後大野市あたりなんですけど、この辺は滝が有名みたいなんで、ちょっと滝を見に行ってきたいと。ここに止めればいいんだよね。まずは鎮座の滝、鎮座の滝ですね。楽しみ。この先絶景あります。ハードル上げてきますね。どうやらここが行き止まりなんで、こっからの景色を見るということみたいですね。どうなんですか。うおー、すごい。なんだこれ。ハードル上げてきますね。こちら発電所跡ですね。すごいなんか趣が普通ぐらいの建物なんだ。ありましたね、鎮座発電所跡。滝の落差を利用して発電が行われています。明治42年滝の上に堰を作り、下流の施設で発電を始めましたってことなんですね。明治に作られた、そうだったんですね。立派。次は原尻の滝を見に来ましたが、なんか日本昔話みたいなところですね。こちら原尻の滝にやってきました。こちらもなかなかすごいですね。ああ、いい滝ですね。これはあの苔むしてるところとかいいですね。東洋のナイアガラの滝と言われてるみたいですね。ここは滝のもう目の前まで行けちゃいますね。うおー、これはちょうど滝を外周できるような道があるんで、
滝の全貌をこう見れるんですけど、すごいですね、逆側も。こちら滝の向かい側にある滝見橋ですね。うん、滝を見るのにはこれは最高な橋だと思いますよ。こりゃすごい。大分に来て2つの滝見てきましたけど、いやー両方本当なびっくりするから大きいですよね。それなのになんかあんまりフィーチャーされてない感じだったんです。こちらのスーパーで夕ご飯を調達したいと思います。今日はこちらの道の駅原尻の滝さんにすいませんがお世話になります。ザビエル食べる、うん、じゃあザビエル買って帰ろうか、うん、プリンドラ、じゃプリンドラこれもちょっと名物っぽいから買おう、うん、道の駅から少し歩いたところに滝があるので、今夜の7時ぐらいですがちょっと滝を見に来ましたが、すごい迫力です。夜もいいですね。おはようございます。朝ちょっと滝を見にやってきました。ここの道の駅で仮眠したのは本当は九十連山の方に登ろうと思っていたのでここに仮眠したんですが、ちょっと天候の方が思わしくないので残念ですが今回は諦めて九州は開門岳しか登らなかったんですが、本州の方に帰っていきたいと思います。残念ですがまた今度ということで、それでは本州の方に戻っていきたいと思います。ちょっと県境気づきませんでしたが今は福岡県入ったようです。そろそろ関門大橋が見えてきたので九州ともお別れです。帰りも関門大橋ではなく地下を潜って本州に入りたいと思います。そろそろ料金所のようです。はい、どうも、はい、さようなら。行きで県境探してたんですけど僕一人では分かんなかったんで、今ムンさんが一生懸命県境ラインを見てます。あ、あったあったあった、うん、今あった左、今本州に入ったようです。本州ですね、なりました。やっぱり下関っていうことでフグですね。こちらが唐戸市場みたいですね。それではフグの川枠さん入っていきたいと思います。ムンさん、フグのフライ定食と、僕はフグのぶっかけ丼。雨がだいぶ強くなってきました。山口県岩国市走ってます。山口県抜けられません。やっと広島県に入ることができました。大竹市、今宮島です。宮島まで戻ってきました。こちらひろきです。お好み焼き屋さん、こちら入りたいと思います。ネギトッピング、ごちそうさまです。広島風お好み焼き美味しかったです。広島風に、え、違う、広島風っていうのは、うん、風になっちゃうからちょっと違うと思うんだけど。今日もスーパー寄ってきます。疲れた、これ食べたい。あお、道の駅竹原到着しました。こちら仮眠させていただきます。おはようございます。昨日はもう少し家の方に近づきたかったんですが、あまりにも疲れが溜まっていて運転に支障をきたしたため。